夫のそこが気になるって、うんうんうん、そうですね、離婚、うん、するしかないかな、統一の対話ってなれば探偵っていう方法は、うん、ね、あるかなと思っていて、失礼します。あ、どうも、はじめまして。どうもどうも、かなちゃんの紹介、はい、先日、はい、はい、ありがとうございます。あの今回、夫のそこが気になるという、うんうんうん、結婚してから1年2年後ぐらいに、うんうん、ちょっと変だなと思って、うんうん、私の妊娠期間中とかもそういう行為がなくて、うんうん、性欲ないのって聞いても、今はない、うん、別にそんなしなくて大丈夫って言うので、うん、そうなんだって思ってたんですけど、はいはい、なんかちょっとあれだなと思って、まあ、見てみたんですね、携帯を。で、まあ、LINE には何もなかった。インターネットの履歴を見たら、近所の最寄り駅の風俗店を検索してまして、うんうん、その女の子の日記とかまでも検索して履歴が、検索っていうか見てる履歴があったので、うん、あ、行ったなと思って、うん、で結構我慢したんですね、その言うのを、まあ、我慢できず、うん、打ち負けたら、うんうん、いやそれは違うと、うん、同僚と話してて、うん、気になったかどんなもん、どんな子がいるのかなと思ってみただけだと、それじゃあなんで最寄り駅にね、いつでも行けるようなところを検索してるのかとね、うん、だったらどこでもいいじゃないですか、うん、まあなんとかまあ分かりは分かったよと。でそっからあの信用できないから、うん、まあ、GPS をねお互いにこうつけたわけです、うんうん、それはスマホかなんかですか？あ、そうです、そうです、うん、なんかの今どこにいるよみたいな共通のやつをつけて、うん、アプリを入れて見てたんですけど、うん、そしたら、まあ、こう時が流れ、多少喧嘩した時に、まあ、もうそろそろこれいいんじゃない、このアプリって言われて、別に私もじゃあもう大して気にしてなかったから、うん、まあ、別にいいよってお互い削除しました、うん、その過去にも結構職場の先輩と休みの休日の日に話があるからって会いに行くって言ってたんですけど、でその LINE を横でしてたからこう見てたんですよ、私見て、まあ、目に入ったから、あ、行くんだなと思ってたら、その LINE の文面がなくなってて、無理になったみたいな先輩から LINE が来てて、え、隠して、ってかあなた今からどこに行くのっていう先輩はキャンセルになった。でもその時間に家を出ていく、なんだこいつと思って、まあ、問い詰めたこともあるんですね。そしたらそれも麻雀に行ってたって言うんですけど、そういうのが重なりって、うん、なのでちょっと調査何してんのかなっていうのがちょっと明白にしたいなと思って、うん、相談したくて、うん、どうしたらいいかなと思いまして。それって何回ぐらい重なってるんですか？4回ぐらい、うん、中に GPS 入れてた期間ってどのくらいだったんですか？1年1年ぐらい、1年弱ぐらいですかね。まっすぐお仕事終わったら夜帰ってくる、帰ってきてるはずです、うん、でも時間がまちまち、まちまち、だいたい何時ぐらいに帰ってくる？10時。10時、あ、遅い。うーん、早い日は早くても10時前、ああ、遅いと10時過ぎ。ご飯は食べてくる？いや、ご飯は家で作ったりとか、うん、まあ、買って帰ってきたりとか、うん、だいたい家で食べる。だいたい家で食べる、うん、11時頃帰ってきても家で食べる。家で食べる。あと、まあ、職業柄、開始仕事終わった後契約があるからって言って、まあ、終電近くなったりすることもあるし、うん、まあ、休日出勤することもあるし、うん、まあ、家朝早く出ていくこともあったりする、うん。お仕事は聞いても大丈夫？カメラ的にか。不動産関係です。あ、不動産関係か。前に夜のお仕事をされてて、旦那さんも。あ、そうです。そうですよね。他店で。あ、他店だ、他店だ。
その時はなんかこうちょっと女性にちょっとだらしないとかいうところは全くいや、でも出会いが出会いなので、お店に飲みに来てくれて、うん、その夫が働いてたお店の従業員たちとこっちのお店に飲みに来た時に出会ってるんですけど、うん、まあ結構わちゃわちゃと。まあでもちょっと思うのは、うん、浮気ではなさそうですよね。浮気って私風俗もやるんですよ。まあ、もちろんもちろん、うん、ね、浮気ではないじゃないかなと思ったのは、ちゃんと家で毎日ご飯を食べているっていうところで、うん、で考えると、まあ、その土日に実家に帰っていない間にって考えると毎週ではないんでしょうね。でも、うん、そうですね、隔週ぐらいです。もし本気ででももうさすがにもう問い詰めたいわってなれば、探偵っていう方法は、うん、ね、あるかなと思っていて、実は私も過去に何とか、はい、何度も何とかあるんですけど、最近MR 探偵さんって、はい、うんうん、社長さんと知り合って、もう日本でもトップクラスのすごいところなんですけど、そこでちょっと調査してみます。お願いできるってあれば、うんうんうん、やらしてみようとしたいです。もしそれが例えば黒か白かわかんないけど、うん、真っ黒だった場合、はい、風俗でもなく、うん、彼女がいたとか、うん、もうそこまでいったら離婚する感じ、もう多分耐えられないと思うので、うん、そうですね、離婚、うん、するしかないかなって思う、うん、どんだけ謝られても多分許せない気持ち悪いと思って、うんうんうん、まあでもそこまで覚悟してるんだったら、私も結構モヤモヤしてて毎日がなんかグレーなよりは突き止めたいんですよ、うん、白か黒かはっきりして、でそこでもうとことん話して解決するのか、それとももうやっぱりもう無理なのかの方が新しい未来が切り開けるから早く、うん、じゃあよかったら MR さん、はい、MR 探偵さんに紹介するので一緒に行きましょうか。本当ですか、うんうんうん、お願いします、心強いです。お願いします。じゃあ連絡取って、はい、日時とかも、うん、また LINE でやり取りして、はい、で合わせて。わかりました、行きましょう。忙しいのありがとうございます。うん、とんでもないです。じゃあ連絡待ってます。はい、はい、次は本当にありがとうございます。うん、ありがたいです。じゃあまた、はい、連絡します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡田社長です。よろしくお願いします。岡田と申します。ではこちらどうぞ。はい、はい、MR の岡田と申します。はい、本日よろしくお願いします。お願いします。マコです。マコさんです。はい、マコさんはよろしくお願いします。お聞きください。はい、もし黒だったらどういうふうに今のところ思ってますか。もうその特定の相手がいた場合は、うんうん、まあ、私も絶対に無理 な,、うん、なので日本、うん、なるほど。で、はい、まあ、風俗も本当に嫌なので、うん、ちょっと場合によりけりなと。じゃあもし麻雀とかだったらどう。麻雀とかだったら、まあ、まあその、ね、頻度とかもそういう、毎日残業のうちね、うん、本当に月に1回とか年に1回とかだったら、まあ、全然、うん、それでも言ってほしいっていう。まあ言ってほしいですね、うん、行かないでとは言ってないので、うん、分かりました。じゃあ調査の方を受けしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。ご相談どうでしたか、その探偵の、うん、やっぱりもう結構ね、結婚されて長いですし、うん、それか
からなんかもう 2,3 年ずっとこう胸に抱えてるというかね、うん、なのでもうやっぱりはっきりしたいんだろうなというふうに感じるのでね、はいはいはい、あの事業から社長の円丸探偵さんでこう突き止めていただいて、うん、社長的にはこういったご来場、ご依頼は多いですか？はい、ものすごく多いです。もうほとんどが浮気不倫調査なので、私もやっぱり女の子とか従業員から相談されて、うん、ほとんど過去来るので、あ、そうなんですね。でも思い詰めるっていうことはやっぱり何かしらあるんですよね。調査してみないとなと思って。そうですね、じゃあちょっともう早速調査とか入られると思うので、ちょっとカメラどこまであるか分かりませんが、はい、はい、明日お受けしますので、よろしくお願いします。はい、精一杯頑張ります。はい、じゃあよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。どうか探偵事務所。いや、縁がないと場所だと思ってたから、すごい緊張しましたね。はい、でも今です、ね、ママと一緒にというか、そうですね、紹介って形だったので、ママいてくれたからだいぶ心強かった。うーん、怖い。今回ってその旦那さんはその白だった場合は報告はしない感じ？報告はしないです。黒、まあ、はい、まあ、麻雀行ってるぐらいでもまあ報告はしないから、ね、はいはいはい。黒だった場合はもうちゃんと話し合いしてみたいな、はい、そう、まあ、そうなりますよね。なりますね、はい、じゃあちょっと、はい、まあ、待つしか多分できないと思うので、そうですね、次回はあの結果を聞きに行く時というか、はい、に多分お会いするかなと思うので、ちょっと、はい、またその時よろしくお願いします。その時、そうですね、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。そちらの方にいらっしゃいました。え、何か仕事行ってないってこと？はい、その時点ではもう仕事に行ってなかったですね。何か思ってないじゃん。割と思ってなきゃお前、マジ気持ち悪いですよ、はっきり言って。僕はね、